り前。お父さん。ただいま。おかえりなさい。怪我なんてないよ。大丈夫だったか。ああ、よかった。よっしゃー！よし！全員無事帰還！作戦大成功っす！星を救う、でっかい初めの一歩だ！うん！お前ら！ピーキャラ喋るんじゃねえ！捕まるぞ！くらべ！うん。次の作戦まで自由行動。最高にうまいもんでも食っとけ。アジトでな、忘れたか、店の名はセブンスヘブン。ティワに顔を見せて安心させてやれ。今夜は解散。本日の列車の運行は戻ってあげたぞ。シンラはプレートとスラム。マコード八番街はあちこちで爆発よ。魔鋼は星を巡る地って言われてもな、剥がしても剥がしてもすぐ元通り。妄想じみた主張はともかく、しつこさには頭が下がるよ。見ろよ、あの美しい鉄骨、たまんねえな。おい、あんた、どうした？魔鋼中毒かよ。またあいつか。すすまみれ、粉塵まみれ、おまけに疲れてドロドロだ。待ってろ、シャワー。俺はとにかくご飯ご飯。ジェシーは？今日の反省かな。嘘ばっかり。何してたか？うん、ティファと遊んでた。おー、そうか、よし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 。お疲れ様。うん。それ、どうしたの？ああ。本物でしょ？珍しいね。え？意外だな。クラウド、こんなことするんだ。5年ぶりだ。少しは変わるさ。バレットに話がある。うん、入って入って。マコールが爆発したんだよ。ずっとニュースばっかりなの。マネ、父ちゃん、今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消して念々しような。報酬の話はティファとしてくれ。会計担当だからよ。片付けが終わるまでマリンの相手してあげてて。俺が？もちろん。ああ。てめえ！バレット！マリンに何しやがった！知らない人とは喋っちゃダメって。は？偉いぞーマリン。ちゃんとの約束忘れなかったな。えらい、えらいぞ。じゃあ、お休みの時間も守らないとな。いや、父ちゃんとお話しする。
特別だぞ。あ、そうだ、ご飯食べる？いや、報酬の話をしたい。あ、そうだよね。あのね、クラウド、ちょっと外で話そう。死んだ人はちゃんと星に帰れたかな。お金の話の前に聞く？この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はタダ。ああ、助かるよ。じゃあこっち。上どんな感じだった？まあ混乱していたな。だよね。そりゃもうすごい。ごめんね、巻き込んで。軽率だったって反省してる。俺のことなら気にするな。これは仕事だ。うん、わかった。シンナを憎む気持ちもわかる。うん。バレットたちと揉めなかった？ああ、向こうがどう思ったか知らないけどな。そう、心配だったんだ。クラウドは喧嘩ばかりしてたからね。そうだったかもな。テレビに映ってた八番街、映画みたいだった。ニュース番組もシンラが作ってる。奴らは平気で嘘も垂れ流す。じゃあ、これからどうなる？あれも嘘だよね。スラムへ。そっか。ここなの。名前は展望層。部屋は2階ね。この201号室が私の部屋。でも大抵店にいるからここは眠るだけ。何もなくて恥ずかしいくらい。この202号室が空いてるの。もちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからね。なんて？なんて？ああ、同郷の友達が部屋を探してるって、それだけ。まずかった？いや、いいんだ。そっちは？そこは遅いから明日になったら挨拶しようか。とりあえず寝起きするだけなら大丈夫だよね。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。何でもやクラウドの初仕事だから、気持ちよくポーンと払いたいんだけど。500？ 作戦の準備で物入りだったから今アバランチにはお金がないの。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ？あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。つまりあと1500だ。助かる。じゃあ明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。203か。おい、大丈夫か？開けるぞ。
心。クラウドやめて。部屋に戻ってろ。離せ。この人は203号室のマルカートさん。病気でずっとこんな感じなんだって。時々様子を見るように大家さんから頼まれてるんだ。クラウドもお願いね。ああ。おや、あんたがクラウドだね。ああ。私は大家のマーレ。で、おととい来たんだって。それまでは上かい？いろいろだ。わけありか。まあ、ここに流れ着くのはみんなそうさね。困ったことがあったら何でも相談しな。ティファのこともね。ティファがどうしたんだ？泣かしたら承知しないってことさ。あの子は私の孫同然だ。覚えておこう。ほら、さっさとセブンスヘブンにお行き。ティファはとっくの昔に出かけたよ。もう一回様子を見てくれ。上に友達に役者の卵がいる。星の命のこと分かってない奴ら多すぎるよ。おはよう。ああ、マリンが眠ってるの。静かにね、うん、じゃあ早速働く。JS フィルターの交換に行きたいんだ。ジェシーが作った汎用毒性物質除去フィルター。水の嫌な匂いが取れるって評判で、この店よりずっとお金になるんだよね。この辺りのほとんどのうちが使ってるから、新しいのを持って行って代金と古いフィルターを回収してくる簡単なお仕事。聞いてる？ああ、勘弁してくれ。揉め事がないなら俺の出番はない。踏み倒す気満々の人もいるんだね。ああ、お守り代わり。さっさと片付けるか。ありがとう。ついでにスラムを案内するね。回収した代金はそのまま受け取って。来たばかりで何かと入りようでしょ。助かる。それでも足りない分は後で渡すね。仕事に行けない。今バレットもお金をかき集めてるから。今日中にもらえるなら構わない。セブンスヘブンのことばかり。上から仕入れたアイテムもあるよ。アイテム屋といえばここ。こんにちは、 JS フィルターの交換です。ティファちゃんいらっしゃい。待ってたよ。あれ、そいつは？集金係のクラウドです。お代は彼に。あんたうまいことやったな。その役目変わってくれよ。あんたには無理だ。あん？クラウド、そうだ、せっかくだから買い物すれば？見るだけ見てみる。
毎度。今後ともご贔屓にいつでも歓迎するよ。ティファちゃんと一緒に来ればな。それじゃ、またお店で。いつもの用意して待ってます。上から仕入れたアイテムもあるよ。店の常連さんなの。買い物をするとおまけしてくれるよ。俺にはどうだろう。もう少し愛想よくする。おまけ目当てで？ありえない。じゃあ次の集金は展望層の大家さん。もうあった。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な協力者だから愛想よくね。マーレさん、フィルター交換です。ティッパー、待ってたよ。おや、あんたもいたのか。仕事だ。顔集金係を頼んだの。ちゃんとお守りよ。私結構強いからそれは大丈夫。知ってるよ。でもクラウドにやらせないと。こんな愛想なしだもの、戦うことくらいしか取り柄がないんだろ。そんなことは。顔最善を尽くす。覇気がないね。疲れてんのかい。だったら部屋でしっかり寝るんだよ。スラムの心得その1ね。そういうこと。ほれ、手を出しな。マーレさん、ありがとう。じゃあ行くね。ああ、稼いでおいで。マーレさんのおかげですぐここになれたんだ。ここは長いのか。もう5年かな。そんな話より、集金集金。次が最後の武器屋さん。列車が動かねえと食料の日常に不足する。パニックの起きねえかしら。ティファちゃん、フィルター交換かな。はい。えい、あのフィルター全然効果ないぞ。申し訳ございません。ではこちらのフィルターを試してください。もういらないから帰ってくれ。残念です。ではここまでの生産をお願いします。なんだ、効果ゼロなのに払うかよ。代金は彼に。世の中なめてるんじゃねえぞ。払うよな。ありがとうございました。これでフィルター交換はおしまい。お代も受け取ったし、武器見てみる？それより、バレットの集金はいつ終わるんだ？今晩の開店前には。それまでまだ時間があるけど、どうする？そうだな。あのね、アイデアがあるんだけど、聞く？本格的に何でも屋を始めるなら、まず縁を作るべきだと思う。ご縁はお金より大事だから。スラムの心得か。うん、縁が仕事を呼んで、いい仕事をすれば評判が立って、それがまた縁を呼ぶの。どうすればいい？自警団の仕事を肩代わりとか。ほぼボランティアだけど縁はつながるよ。やってみよう。詰所は誰もいなかったから上に行ってみよう。武器屋、覗いていかないかい。スラムで暮らすなら一人に一つ。武器屋も。ああ、チンピラに見せる品はねえ。いったいった。ああ、チンピラに見せる品はねえ。武器屋、覗いていかないかい。スラムで暮らすなら一人に一つ。武器屋もと。瓦礫通りのモンスター。明日、俺。今日は二人が当番なんだ。あ、もしかしてクラウドさん入団希望っすか？場合によってはな。自警団は何をするんだ？いろいろあるけど、まず居住区に紛れ込むモンスターを退治したり、住民に自衛法を教えたり、それがメインだ。自分の身は自分で守る。これスラムの心得っす。
クラウドには実績が必要なの。いい評判、いいご縁、それを自警団で作れないかなと思って。もってこいの話があるっす。俺たちじゃお手上げのモンスターだ。金は出せないが、俺らなりの礼はする。そうだな、まずはその剣改造してないだろ。ああ、小細工なんていらない。それなんかの誓いか。改造すればあんたもっと強くなるぜ。おせっかいだろうけど手順を教えるな。できたか。ま、使いながらいろいろ試してみるんだな。ああ。それから俺らなりの例その2、何でも屋の宣伝だ。ウェッジがいればすぐにスラムに知れ渡るよ。クラウドさんのためなら腹ペコでも街中を練り歩くっす。で、モンスターはどこにいる。瓦礫通りだ。頼んだぞ。クラウド、一緒に行くね。一人で十分だ。でも、道知らないでしょ。頼む。任せて。スラムで一番のガイドよ。瓦礫通りはスラムの西の方。モンスター避けの防護壁の向こう側。念のため準備はしっかりね。協力者を選定中。ティファちゃん、気をつけてな。ここが瓦礫通り。モンスターが喜びそうなところだ。うん、ゴミもモンスターも増える一方。ほんの肩慣らしだ。余裕だね。どんどん退治しよう。じゃあ。がいればモンスターなんてもう怖くないね。ティファもな、正直驚いた。やっ、ラムに終わりだ。叩き切る。そろそろモンスターは片付いたかな。どうせすぐ湧いてくる。後ろ向きだな。束の間でもこの町に平和をもたらしました。めでたしめでたしでしょ。
そうか。すぐに評判が広まると思うよ。さ、ビックスたちのところに戻ろう。協力者を選定中。あんた、モンスター討伐数が出たよ。見て見て、最新のモンスター討伐数だよ。ガレキ通りのモンスター、もう戻ったのか。ちゃんと倒したよ。見渡す限り根こそぎ。さすがの早業っす。助かったよ。俺らもしっかり宣伝しといたぞ。そうらしいな。だが一体どう伝えたんだ。まあまあ、仕事を真面目にこなしていれば評判はどんどん上がっていくよ。剣の調子どうだ。ああ、いい剣だな。お前との絆を感じる。ああ、ずっと一緒。あ、クラウド、なんでもない。村を出てからのこと聞きたいな。退屈な話だ。それでも聞きたい。まだ時間あるし、仕事探しがてらどう？俺も行くっす。ウェッジはダメだ。二人とも行った行った。また今度ね。ひどいっす。ちょっとは気を使えよ。幼馴染の久々の再会だろうが。仕事を始める前に新しい武器を調達すれば。必要ない。武器屋さんもクラウドの評判を聞いてれば歓迎してくれるよ。行くだけ行ってみよう。瓦礫通りのモンスター根こそぎ倒されたってよ。武器屋、覗いていかないかい。おい、あんた、どんなモンスターも倒す、何でも嫌なんだって。早速評判になってるみたい。だとしたら、さっきは悪かったよ。武器が売れなくて気が立っててな。仕事で武器が必要じゃないかと思ってよ。よかったらそいつを使ってくれよ。詫び代わりだ。強い奴が使えばうちの宣伝になる。よろしくな。ああ。どうだ、他のも見ていかねえか。見るだけだ。また寄ってくれよな。新しい武器も用意したことだし、お仕事始めよ。まずはワイマーさんのところに行ってみない？誰だ？自警団に来る依頼をまとめてる人。ほら、何でも屋の仕事が見つかるかも。どこにいる？そろそろ詰め所に戻ってきてると思う。協力者を選定中。
やあ、ティファー君、困りごとかい？いえ、強力な助っ人を紹介したくて。何でも屋のクラウドです。おお、頼もしいね。町の安全と幸せのため協力しよう。報酬次第で危険な仕事も引き受ける。腕に自信ありだな。うってつけの依頼を紹介するよ。詳しい話は依頼主から聞いてくれ。働き次第じゃ新しい依頼も紹介するよ。助かる。協力者候補を発見。照合データの検索を開始します。体験を背負いながら呼吸を乱さない心肺機能、金星の取れた筋肉と骨格、想定外の逸材です。僕はチャドリー、シンラカンパニーの科学部門で学んでいる研修生です。僕の研究にご協力ください。まずは鉄基金代わりです。その見破るマテリアを装備にセットしてバトルレポートのデータ収集をお願いします。それで新たなマテリアを開発できるのです。シンラの仕事ならお断りだ。僕はささやかながらシンラに反抗しようと活動しています。あなたなら理解できるはずです。新たなマテリアはシンラに対抗しうる力になると。どうしますか？僕を信じられないなら切ってもらっても構いません。俺は本当に切る。つまりそれまでは契約は継続ということですね。バトルレポートを達成したら必ず僕に会いに来てください。またモンスターが増えたら頼むぜ。見破るマテリアを装備にセットしてバトルレポートのデータ収集をお願いします。またモンスターが増えた。瓦礫通り綺麗にしたってやるじゃねえか。ブライゼンマテリアのバトルレポートを達成したか。クラウドさん、見事データ提出一番乗りでした。追加報酬も差し上げます。新しく生まれたマテリアを早速発売しました。
今後もマテリアを続々と開発していきます。共に神羅に対抗する力を生み出していきましょう。新たなバトルレポートを随時追加していますから、これからもご協力をお願いします。うまくいったね。何でもやきっと当たるよ。ああ、悪くない手応えだ。仕事は襟好みしないこと、ご縁はお金より大事なんだから。スラムの心得だろ。馴染んできたね。師匠がいいからな。これからはもっと厳しくいこうかな。そうしてくれ。ねえ、そろそろバレットの集金も終わってると思うけど、どうする？一度店に戻る？自警団は強くなる。おや、ずいぶん早いよ、帰りだね。ちょうどよかった。自分の部屋のフィルターを交換しておくれ。部屋に置いといたよ。はい。何でもやはお待ち。これは依頼だよ。ティファと仲良くするんだ。あ、しているつもりだ。うわっ面だけだな。そんなのはね、吐いて捨てるほどいるよ。え？あいつらとは違うんだろ。行きな。先にフィルターを交換しちゃおう。ああ、終わったら来て。ね、急いで終わらせるね。できた。聞かせて、村を出てからのこと。え？約束したよね。ほら、自警団のところで。ああ。戦争中、ソルジャーは英雄扱いだった。うん、毎日ニュースを見てた。でも、俺がソルジャーになった頃には状況が変わっていたんだ。憧れていたような仕事はなくて、神羅のために働くただの、ごめん、話したくないよね。うん、剣を使う仕事だ。久しぶりに会ってするような話じゃない。うん、わかるよ。でも不思議だね。お別れしたあの時、あの場所からうんと離れたこんなところでまた会えるなんて。そうだ、再会のお祝いしよう。うんとおしゃれして。おしゃれ？私だってするときはするよ。服あるのか？ないけど用意するの。どういうのがいいかな。大人っぽいの。お互い年取ったもんね。私と釣り合う服を選んでね。わかった。楽しい計画っていいね。ああ、
いいな。さて、楽しい気分になったところで店行こうか。休まなくていいのか。時間もったいなくて。マーレさんには内緒。マーレさん、フィルターは交換したよ。また店に行くね。行ってらっしゃい。おや、ずいぶんご機嫌だね。そう？別に普通だよ。やるじゃないか。いい顔だ。これからも頼むよ。今後の分まで先払いしとく。頼んだよ。ジネズミ。チチチチ。どうしたの？シンラの倉庫から火薬を盗んだ奴がいるんだとさ。ジョニーは職務質問されて、ほらああいう性格だから。マコーロの爆発絡みだろ。ジョニーの奴いつもみたいに怒られて釈放ってわけにはいかないかもな。ジョニーを助けなくちゃ。アバランチなのか。違う。ジョニーは。私たちがアバランチだとうすうす気づいていて、そして口が軽いの。なんとかして助けなくちゃ。私行くね。俺も行く。え？でも今日は世話になったからな、レイダ。ありがとう。行こう。盗んでおいてよく言うな。倉庫の入場記録にお前の ID が刻まれてるんだ。おい、なんかの間違いだ。シンラの倉庫なんて近づいてもいない。お、まさかジェシー、あのダウンデルか。ID は引っ掛けだ。お前の ID でシンラの施設に入れるわけないだろ。さて、じっくり話を聞かせてもらおうか。大変、ジョニーの口が滑っちゃう。行くか。うん、クラウドは兵士の気を引いて、あとは私が何とかする。そいつを話せ。ん？なんだお前は、仲間か。なんだ、誰かいるのか。ああ、助けに来てくれたんだな。なあ、あんたら、暴れ。くそら、どういうつもりだ。もうやるしかないのね。仕上げだ。消え失せろ。そこわっ、追い打ちだ。ではね。あ、なんだ。どうしよう。口を封じる。ん？おい、おい。ダメ。お前、やめてくれ。死にたくなかったら
町を出ろ。はい、世界の果てに消え去ります。本当に行かせていいのか。遊びじゃないんだろ。そうだけど、もう十分。こっちは放っておこう。クラウド怖いよ。兵士が起きちゃう前に離れよ。ジョニー大丈夫かな。自分の心配をした方がいい。ここから離れよう。うん。どうした。クラウド、やっぱり変わったね。どこが。例えば、うん、その目。前はもっとソルジャーだからな。魔法の目だ。そっか。さあ店に戻ろう。そうだな。でも労働の後はお楽しみ。スラムの天国セブンスヘブンで癒しのカクテルをいかがですか。ティファ、私もちょっと疲れちゃった。ねえ、ミッドガルにはずっと。そうだな、この辺りで仕事して金を貯める。そっか。じゃあどうする、もう少し街を回ってみる。おい、下に全員集合だ。今から。じゃあ次の作戦は。マリー、店の前でジェシーを待ってくれ。うん。次の作戦、明日決行になった。今から作戦会議。会議の前に報酬をもらいたい。取り込み中だ。会議が終わるまで黙って待ってろ。ティファもすぐ来いよ。待ってて、お詫びに。どうぞ座って。何にしましょう。きついのくれないか。くれるお客さん多いんだ。人気なわけだ。お客様、さすがお目が高い。続きましては、当店名物コスモキャニオンでございます。綺麗だ。行かなきゃ。ごゆっくり。
ニュース見た？魔鉱炉の爆発は市民の敵、アバランチの仕業だってガンガン流れてるの。ゾクゾクするよね。顔バレしてないからここは安全だろうけど、いろいろ急がなくちゃね。次も一緒なんでしょ？報酬次第だな。じゃあ決まり、私が押すから。ティファが行くことになってるんだけど、あの人思想が揺れてるっていうか、爆弾闘争にも乗り気じゃないから、いざって時にね。こっちも命を預けるわけだから、それならあんたみたいな有能な人の方がいいもの。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない、それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。迷いがあるならやめた方がいい。出してきてたのか。揉めちゃって。そうだ、なんか飲む？ティファ、決起会だ。うまいもんたっぷり出してくれ。うん。次は俺たちだけでやることにする。お前は仕事探しでもしてろ。もともとそのつもりだ。契約がなければ手伝う義理はない。そう言うと思ったぜ。ほら、残りの報酬だ。気持ち上乗せしといてやった。これで晴れて契約終了だ。さあ、悪いが席を外してくれ。身内だけでやりたいんだな。誘ったのにごめんね。みんなと話してるうちに、なんだろう、この闘争とは無関係のクラウドに頼りすぎかなって。ジェシー、まだか？あ、今行く。本当ごめん。気にするな。会の後でゆっくり話したいな。気遣いならいい。ジェシー、我慢の限界っす。じゃあ後で。ごめん、お待たせ。乾杯。だはは、極楽。ビッグス早すぎ。無茶すんな。あいつらなんだ。銃の男、近くで見たって情報は上がってんだ。兄ちゃん、近所の人かい？まあな。右腕が銃になっている大男を知ってるか？この辺りに根城があるらしい。どうだろう。ふん、はは、鋭いね。金の匂いを嗅ぎつけたな。500でどうだ？200。300だ。まあいい、じっくり聞かせてもらうぜ。こっちだ。文句あっか、見てんじゃねえ。喧嘩？あいつらの頭？キノク？オーケー、邪魔だ。雑魚どもの視線がうぜえな。
ボールマーケットとは大違いっすね、兄貴。兄貴は怖え人だぜ。逆らうなよ。死に急ぎてえなら止めねえけどな。兄ちゃんが先だ。心配ない。後ろから襲ったりはしねえよ。おい、男の居場所知っているんだろうな。二度も言わせるな。どうだろう。てめえ知らねえんだな。神羅の末端か。神羅も一目置くお方のアシスタントよ。だからどうした。狙うぞ。まだだ。ここまで右腕が銃の男の話だったか。いや、なぜなら出る。俺は命令されただけで何にも知らねえんだ。だから命だけは。神羅がバレット。俺には関係ないな。スラムの心得その1、部屋に戻るか。やるな、何でも。最近たまに見た。お、ちょっとね。商売仲間。あのバケネズミはね。神羅負けたの。おかえり。遅かったね。なんつって。話があるんだけど、入れてくれない？じゃあ、前置きはなしで。今度は何の礼だ。次の作戦に押せなかったお詫び。じゃないとしたらなんだ。取引か。いい感してる。でもこれ他のメンバーには内緒にしてよね。今夜のうちに解決しておきたい個人的な問題なの。今夜？そう、一緒に7番街プレートの7番街まで行ってほしいんだ。目的はみちみち話すから。俺は構わないが、明日は大仕事だろ。そうだけど、今やらないともっと大変なことになるから。ねえ、話は決まったってことでいい？うん。お、手付金代わりね。私の計算だと出発したら朝まで戻れない。準備は今のうちにしっかりね。終わったら教えて。